デビット・ライト、デビット・アレン・ライト、デビット・アレン・ライト、1982年12月20日イは、アメリカ合衆国バージニア州ノーフォーク出身の、プロ野球選手、右投げ右打ち、MLB のニューヨークメッツ所属、デビューからメッツ一筋のフランチャイズプレイヤーである。1982年12月20日、バージニア州ノーフォークで誕生。彼は、長男で、 下に弟が三人いる。警察官の父郎は厳格な人物で、ライトたち兄弟は厳しい規律のもとで育てられた。父は彼らにスポーツマンシップと相手に対するリスペクトを持った上で常に競争することを教えたという。少年時代のライトの憧れの野球選手はスコット・ローレンだった。地元バージニア州にアマチュア運動連合の少年野球チーム。 バージニアブラスターズとタイドウォータードリラーズが結成されると、ライトはブラスターズに入団。ブラスターズには、ライトの他にも BJ とジャスティンのアップトン兄弟やマイケルカダイアーが、ドリラーズにはライアン・ジマーマンがそれぞれ所属していたほか、マーク・レイノルズも所属チームを定めずどちらのチームにも参加するなど、後のメジャーリーガーがこの地域に多く揃っていた。 同州チェサピークのヒッコリー高校に進学したライトは、そこで、すべての授業が午前中に終わる、要時間割を組み、午後は、野球の練習に時間を費やす生活を送る。の、MLB ドラフト一巡目、全体38位で、ニューヨークメッツに指名され、契約した。には、招待選手として、メジャーのスプリングトレーニングに参加。日本プロ野球。 西武ライオンズからメッツへ入団した松井和夫の練習パートナーも務めている。その後、シーズン開幕を AA 級ビンガムトンで迎えたライトは60試合に出場、打率363.10本塁が20盗塁アップス1.086を記録し、6月中旬にはトリプル A 級ノーフォークへ昇格。7月11日に開催される マイナーリーグのオールスターフューチャーズゲームにも選出された。この年不振に陥っていたメッツはフューチャーズゲーム終了後にライトをメジャーへ昇格させた。この昇格についてメッツのジムリュケット GM 当時はうちのマイナー組織で最高の素材ではあってもまさか今年メジャーでプレーできるようになるとは思わなかったとコメントしていい。7月21日のモントリオールエクスポーズ戦で メジャーデビュー。69試合に出場し打率。293.14本塁が40打点という成績を残す。2は、肖像類一種の座を掴んだ。7月半ばには、打順が5番で、ほぼ固定され、160試合出場で打率。306.27本塁が102打点を記録。フルシーズン1年目で立派に、中軸打者としての責任を果たした。 その一方で、守備では、リーグ三塁手最多タイの24失策を記録している。になると、ファンは、開幕からライトに、MVP コールを送るようになっていた。ライトも、その期待に応え、116打点、リーグ7位、チーム最多タイ、得点圏打率、365、満塁本塁打2本、サヨナラヒット4本など、クラッチヒッター。 チャンスに強い打者として活躍した。オールスターにもファン投票選出で初出場し、試合前日の本塁打競争では、ライアン・ハワード、フィリーズに次いで準優勝、試合では6番、3塁で先発出場し、ケニー・ロジャース、タイガースから本塁打を放った。ライトラの活躍で、メッツは18年ぶりの地区優勝、カージナルスにリーグ優勝決定戦で敗れ、 ワールドシリーズ出場はならず、ライト自身も有力候補に上がっていた MVP 投票で9位に終わったがメジャーを代表するスター選手として評価を上げた。また8月にはからの6年総額後500万ドル、7年目は球団のオプションで1、600万ドルの長期契約をメッツと結んでいる。ノライトはさらに成績を伸ばした。196アンダーリーグ4位。 打率325、同7位に加え、史上29人目、49度目の30本塁が30盗塁を達成。オールスターにも2年連続でファン投票で選出され、シーズン終了後にはシルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞をダブル受賞、MVP の投票では4位となった。しかし、チーム自体はシーズン終盤の20試合で5連敗を2度喫するなど、 失速、最終戦でフィリーズに順位を逆転されてポストシーズン進出を逃した。もチームの中心選手として160試合に出場。自己ベストとなる33本類が124打点を記録し、リーグで唯一3割30本類が120打点を達成。守備面ではメジャーデビュー以来で最高の守備率962を記録した。 その一方で2005年の規定打席到達以降で打率と投類数は自己最低の数字にとどまった上、得点圏打率243は前年より6分以上低下したためメディアやファンから批判されることもあった。開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。同大会では 足の親指の爪を剥がす怪我を負いながらも、クリーンアップの一角と市活躍。敗者復活のプエルトリコ戦では、さよならだ、準決勝の日本戦では一時勝ち越しとなるタイムリーを、松坂大介から放つもチームは準決勝敗退に、終わった。シーズンでは、多い月でも、月間に本塁打にとどまり、最終的には、メジャーデビュー以降自己最小の10本塁打に終わった。また、 二塁打は、規定打席に到達したシーズンとしては、初めて40本を下回しシーズンとなった。打点も同じく、規定打席到達年としては、自身初の100打点以下のシーズンとなった。また、三振140は、自己アーストの数字。一方で、27盗塁は、自己二位となる数字であり、打率も、307という数値を記録し、レギュラー定着以降5年連続で、 300以上の打率を残した。は、157試合に出場し、打率。283.29本塁打、103打点、19、盗塁という成績を記録。6年連続の打率。300こそならなかったが、本塁打は30本近くまで増加し、打点も2年ぶり5度目の100打点以上の数字となった。2009年に低調だった成績が向上した理由は、 メッツの新たな本拠地であるシティフィールドでどのようにプレイすれば良いかが分かったことを大きいとされている。2010年、ライトはホームで打率。288.12本類が45打点、15、2類打、45死球、出塁率。383アップス、879であったのに、対し、ロードでは打率。278.17本類が 51打点、21二塁打、24四球、出塁率、326アップス、834という成績を残した。成績からわかる通り、ホームでの打率、支球、出塁率、アップスは、ロードでの数字より高く、逆にそれらの数字いずれもが低いロードでは、本塁打と二塁打を合わせて38本放ち、ホームでの合計は27本。 ホームより多い51打点を記録している。これは本類なのでにくい。本拠地での試合は出塁を重視し、逆にロードでの試合では長打を狙っていた結果、長打、打点の数がホームよりも多くなったというものである。また、トータルでは打率が低下したことに加え、自己最多かつ出場試合数を超える三振161個を記録した。三振の数が 出場試合数を超えたのは、ライトのキャリアで初めてのことである。また、総類面で記録した19投類という数字は、2年ぶりに20を下回る数字であったが、投類誌も11個あったため、投類成功率は63%だった。分けがなどで14本塁が、61打点に止まった。は、3シーズンぶりの打率3割を達成。 限りで FA となるため挙集が注目されたが、シーズン終了後の11月30日に7年、総額1億2200万ドルでメッツとの契約を延長した。2013年の1600万ドルのオプションも含めれば8年総額1億3800万ドルとなり、ヨハン・サンタナの6年1億3750万ドルを上回る、球団史上最高額での契約となる。 開幕前の2月27日に第3回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出され2大会連続2度目の選出となった。同大会では打率438.10打点と非常によく打ち打線をけん引した。シーズンでは6月によく打ち2年連続でオールスターゲームに選出された。しかし8月の対カンザスシティロイヤルズ戦で 走塁中に肉離れを起こし、DL 入りした。この影響もあって112試合の出場に止まり、規定打席到達を逃したが、打率。307.18本塁が58打点、17、盗塁だった。は134試合に出場し、2年ぶりに規定打席に達した。しかし、8月に肩を痛めてから調子を落とし、最終的には、 本塁打と盗塁が共に8に終わった。は故障の影響で38試合の出場に止まり、打率、289、5本塁打、17打点に終わった。6月3日、頸椎ヘルニアで15日間の故障者リスト入りとなり、先列復帰まで6から8週間となった。最終的に37試合の出場に止まり、打率、226,7本塁打。 14打点、3盗塁に終わった。開幕前から再検査を受け、復帰に2ヶ月かかると診断された。9月13日に大リーグ公式サイトが9月29日のマイアミ・マーリンズ戦を最後にプレイしないと伝えた。9月29日のマーリンズ戦では3番3塁手で先発出場し、1打席無安打1死球だった。4回に、 ベンチに退く際は、観客からスタンディングオーベーションを受けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。